が回電に至っただけはありますわね。そちらはそちらでさらに腕を上げたようだ。まだ届いてないか。銃剣も相当だし、ラクシーのお兄さんの支援もいいけど、ねえ灰色のお兄さん、どうして本気を出さないのさ。させない。星座の狙撃兵か。クソが。もしかして敵隊の他の大使というわけか。我が名は豪気のアイネス。音に聞こえしアルゼード流の後継者とまみえて光栄だ。魔球のエンネア。うちのデュバリーがお世話になったみたいね。ぐっ、子供扱いするんじゃありませんわ。それとアルゼイドの娘相手に礼儀など無用です。赤い星座の連隊長ガレス、お嬢のお供に推薦した。パパも心配性だよね。ま、それはともかく、改めて5対5、対戦相手も様子見みたいだし、とことんやり合おうか。まあいいでしょう。うまくいけば起動条件もクリアできそうですし。対戦相手、起動条件だと。はっ、もらったぜ。ちょっと、その声、8組のアシカ。私たちもいます。参る。ほう、あら、ひな鳥ごときが。ブラックラビット、あなたがいましたか。久しぶりですね、新速の。アルティナ、クルタにユーナまで。ダメだ、下がっていろ。聞けません。あなたは言った、その先は自分で見つけろと。父と兄の剣に憧れ失望し、行き場を見失っていた自分に、間違っているかもしれない、だがこれが僕の一歩先です。命令違反は承知です。ですが有益な情報を入手したのでサポートに来ました。状況に応じて主体的に判断するのが特務活動という話でしたので。それはある。すみません教官、言いつけを破ってしまって。でも言いましたよね、君たちは、君たちの7組がどういうものか見出すといいって。自信も確信もないけど3人で決めてここに来ました。君たち、なるほど、確かに7組だな。しかもリーンの言葉が全部ブーメランになってる。何を青臭く盛り上がってるんですの。楽しそうでいいじゃん。せっかくだからまとめて全員とやり合ってもよかったけど、
これだけ場が温まってたらいけそうかな。おっと、生かした姉さん、妙なことはやめてくれよな。化け物みてえに強そうだが、勝手な真似はさせねえぜ。面白い子がいるね。気候兵に乗ってるのに全然油断してないみたいだし。戦車よりは装甲が薄いって話だからな。昨日みたいにパンツァーファースト食らったらヤバいってのは分かってんだよ。その化け物みたいなチェーンソーもムザムザ食らうつもりはねえぞ。パパあたりが気に入りそうな子だけど、今は引っ込んでてくれないかな。てめえ、なんだ。結社の新規、クロスベル独立国に貸与され第五機甲師団を壊滅させた。エステルたちが戦ったやつの後継機か。司法の力なしでも動けんのかよ。見事成功だね。あとはどこまで機能が使えるかのテストですが。リン、行くんだね。ああ、こんなものを人里に出すわけにはいかない。わかった、頼む。久しぶりだね。まさか。来い、灰の騎士バリバール。おお、なんで勝手に。おいおい、どうなってやがるんだ。バリマール、リン君から呼ばれたの。うん、尋常ではない敵が現れたらしい。生徒たちもいるようだ。そなたらも行くといいだろう。選ばれし者の働きですか。話には聞いてたが、とんでもなさすぎだろう。あそこまでの機動性があるとは。ミハイル少佐、ランドルフ教官も。 DMP と両方軍に連絡。この場をお願いして総員現場に向かいましょう。なんだと。合点承知だ。あれはリン教官の。灰の騎士、久しぶりですね。まさか演習地から飛んでくるとは。ですが、想定済みですわ。リン、バリマールも。相手はクロスベル独立時に機甲師団を壊滅させた機体。くれぐれも気をつけるがよい。あ、久々の実戦だが、
尋常な相手ではなさそうだ。ああ、鬼神とも気候兵とも違う奇妙な力の流れを感じる。まずは様子を探っていくぞ。承知。行くぞ。せっ。許せない。やい。行くぞ。せっ。今だ。行くぞ。せっ。今だ。やい。行くぞ。た。許せない。無双。耐久力が低下。神器を使うがいい。神器発動。俺の番だな。せっ。今だ。やい。俺の番だな。せっ。今だ。無双。あら。デカブス相手に大したもんだが。神器とやらもまた別格のようだな。とてつもない質量と装甲、それ以外にもあるみたいだね。どうしたら。結社が開発した合金クルダレゴン2ですが、ゼムリアストーンの太刀が通らないのは妙です。ああもう、さすがに相手が悪いでしょ。あんなデカブツに一気じゃ無理があるわよ。そうか。クルト君。クソが。大丈夫か。ああ、だがクラクラしやがる。インパクトは外したから機体のダメージは軽いはずだ。不本意だが任せた。ぶちかましてこいや。もしかして。ああ、任せてくれ。おかしい。いくらなんでも硬すぎる。クロスベル独立騒ぎの時には超常的な力を振るったそうだが。うん、どうやら機体そのものに不可解な力の働きがあるようだ。なんとかして流れを立てれば。助け出しします。その声、クルトか。クルト、下がれ。飛行兵のかなう相手じゃない。百も承知です。ですが、見過ごすことはできない。幼き頃に育ったこの地を最悪から守るためにも、僕自身が前に踏み出すためにも、ヴァンダールの剣役立ててください。君は。これは戦術リンクと同じ。この感覚って。アークス2を返して。内戦の時にもあった。いや、その時よりも強いつながりを感じるな。
うん、新しい7組の子たちまで。おいおい、たまげたな。小言は後だ。あのデカブツを無力化する。奇妙な力の流れを見極め、断ち切って刃を突き立てるぞ。了解です。行くぞ。そこだ。はっ。行くぞ。そこだ。もらった。任せるがよい。行くぞ。はっ。今だ。気合い。耐久力が低下。神器を使うがいい。神器発動。行こっか。僕の番だな。そこまで。崩れた。もらった。私の番だな。やっ。行くぞ。聞いているな。このまま押し切るぞ。はっ。
僕の番だな。崩れた。もらった。うん、任せて。行くぞ。そこだ。はっ。私の番だな。はっ。よし。そこまで。崩れた。私の番だね。チャージするよ。行くぞ。そこだ。行くぞ。耐久力が低下。神器を使うがいい。そこだ。もらった。耐久力が低下。神器を使うがいい。神器発動。よし、掴んだ。まだまだこれからだ。各種ステータスアップです。精進あるのみだ。やったね。奇妙な力の流れも完全になくなったみたいです。やりやがったか。見事だ。
うん、連携も良かった。新7組いいクラスみたいだね。何ですのその力は。うん、実験は終了か。ま、最初にしては上出来というべきかしら。そうだね、いいタイミングみたいだし。そこまでだぜシャーリー。来てくれたんですか。ああ、他の連中もこちらに駆けつけている。おいたは終わりだ。全員覚悟してもらおうか。生意気な。ちょっと食い足りなかったけど、またのお楽しみかな。今度はちゃんとやり合ってくれるよね、両兵を。何？なんだ、気づいてやがったか。いつの間に。あのおじさん。あのマーク。なるほど、そちらの所属でしたか。久しぶりやな、クロウサギ。それに刀身の息子。そちらは6年ぶりくらいか。西風の旅団、なんでここにいやがる。それにあんたは。まさかここに関係者一同が集まるとはな。ジョーちゃんも久しぶりだ。相手できなくて悪かったな。ま、実験は終了したから別にいいけどね。それにしても本当に生きてたなんて。バルベルおじさんと相打ちになったのはこの目でちゃんと見たのにさ。まさか3年前に亡くなったというフィーの育ての親。西風の旅団の団長か。西風の旅団長ルトガーだ。改めてよろしくな、新旧7組。それにフィー、随分と久しぶりだぜ。どうして。だって団長はあの時に。いや、別にお前を騙しとったんとちゃうで。これにはいろいろと込み入った事情があってな。結果的にお前を置いて消えた理由の一つでもある。真の雇い主の要請で海援校と貴族連合に協力していたことも含めて。あの内戦で西風の旅団が貴族勢力以外に雇われていた。まあ背はそんな伸びなかったが大きくなったもんだぜ。遊撃士もヤクザな商売だが、両兵家業よりは100倍マシだろう。主殿のジョーちゃんにはいつか礼を言っとかないとな。団長、本当に団長なんだ。どうして、一体何がどうなってるの。サラへの伝言は俺が預かっておこうじゃねえか。遊撃士協会としてもいろいろと話を聞いてみたいからな。こっちはギルドとことを構えるつもりはねえんだが、まあ今後はいろいろと動くつもりなんで挨拶だけはしておくぜ。団長、飛び降りた。いや、この音は
新手。それではまるで紫色の鬼神。さすがは刀身のライバル。今度はちゃんと相手をしてよね。いいだろう。フィー、灰色の小僧もまたな。ほなな。せいぜい精進するがいい。敵同士で何を悠長な。相手にとって不足なしだ。ええ、次の開口が楽しみね。それでは失礼しますわ。第二分校、それに遊撃士協会、幻影計画の奪還もようやく始まったばかりだ。我々と彼らの戦い、指をくわえて眺めていることね。何と言ったらいいかわからないけど、でもよかったな、お父さんと会うことができて。うん、団長を取り戻す。高魔城でのゼノたちの言葉がまんまとは思わなかったけど、これで新たな目的ができた。成果としては十分。そうか。教官たち、ご無事ですか？よし、7組も無事みたいだぜ。アッシュ、君も何をやっている？えい、先行するな。まずは周辺の警戒を。まだ始まったばかり。僕たちも気を引き締めないとね。ああ、旧7組として、第二分校新7組としても。